お送りします。正しいものを選んでください。はい、川北くんが、三重県のつむぎさんの元へ帰りました。それで、その交代っていうか、入れ替わりで、また一頭野犬が、来ました。名前はね、タキちゃんって言います。で、キタロウくんの一族ですね。キタロウくん一族がね、結構三重に捕まってて捕獲されてて、それをすべてね、順番になんですが、紬様が、引き出されて保健所からね。それで、ちょっと手に負えないそうな子はうち、それで、まあまあ大丈夫かなっていうか預かりさんですね。預かりさんが野犬でも、頑張ってみますっていうね、預かりさんが出てこられたら、その方と一緒にうち、に来られて、1日いうか1時間2時間になるんですが、家庭喧嘩する、コツっていうかね、散歩のコツとかね。で、この子に対してはこういう扱いしてくれっていう感じでね、ちょっと、アドバイスさせていただいたりして、帰っていただいて頑張っていただくということで、野犬をどん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 家庭犬化していっております。それで、野犬ってね、結構ネット上では従順、慣れれば従順になるとかね、結構言われてるんですが、その通りなんですがそこまで行くまでに かなりの時間、と根気ですよね、が必要になってきます。簡単にね、野犬はい迎え入れましたって言ってね、ペットショップから迎えた子犬のように、尻尾振ってくる、それはちょっと、考えないでほしいんですよね。やはりね、心折れてもうケージに入れっぱなしとかね、庭につなぎっぱなしとかの野犬が結構いてると話には聞きます。ですからね、保健所から直接引き出すんじゃなしに、やはり団体さん経由で、それも、団体さんが、里子に迎え入れてですよね、また後々きちっと、相談に乗ってくれる団体さんから、譲渡していただいたら結構トラブルは少ないと思います。もしよろしかったらね、また紬さんの、譲渡会って月1回やっておられます。そこに行かれて、ちょっとね、どんなものかっていうのをね、見ていただけて、買えそうだなと思ったら、また検討していただければと思います。簡単にはいかないです、はい。で、うち経由ならね、もう家庭喧嘩した、何頭も家庭喧嘩してるんで、家庭喧嘩したね、野犬をね、里子に迎えていただくことができると思います。はい。紬さんも同じです。で、紬さんから譲渡して、もらった野犬っていうのはね、全てうちがアドバイスとか、全てさせていただいてるんで、心強いかと思います。またね、よろしければ近隣の方、つむぎさんのホームページ、説明欄に、常に貼らせていただいております。で、つむぎさんのホームページっていうかブログですよね、に行かれて、また検討していただければと思います。たくさんの野犬がもう家庭犬化して旅立ってます。はい。ってことで、ですね、はい。それと、遠方の方でもしも、野犬とかの問題でね、
もう心折れちゃって悩んでおられる飼い主さんもおられると思うんですが、僕の、YouTube の、チャンネルメンバーシップってやっております。でチャンネルメンバーシップに、の、犬の問題行動を改善する会って言って、レベルを作っております。でそのレベル月々毎月ね2990円かな、必要なんですが、その中で毎週、日曜日14時から、犬の問題行動を改善する会ズームミーティングっていうのを、ズームを通してね皆さんと会議させていただいてます。会議っていうかね、もうセミナークラスのことをやっております。でその中で噛む犬とか、散歩ができない犬とか噛む犬が多いです。結構治ってきております。もうやりだして3ヶ月ほどになって、ズームのミーティングシェアして1ヶ月ちょっとですか、になるんですが、そこでですよね、対面でやっぱり話し合ってこうしましょうああしましょういうことで毎週毎週、結果を聞き、またそしたらこうしましょういうことでいろいろアドバイスさせていただいて、そこで、噛む犬が噛まなくなって大喜びしていただいている、視聴者様も結構出てきております。ですからね、もしも、犬の問題について問題行動についてね、悩まれて心折られている方、一度ねメンバーになっていただいて、ズームミーティングへお越しください。でズームミーティングではね、もうここで飼い主さんは精一杯だなと思ったら、うち無償で預かりトレーニング1ヶ月だけねさせていただいて、この子はこういう感じですよって、また新たに、個体を通じて犬を通じてですよね、アドバイスさせていただくこともやっております。ただ、うちも、保護犬の業務があるんで、たくさんの犬は見れません。1頭帰ったらまた1頭っていう感じでやらせていただいています。で現状今柴犬がね、噛む柴犬が来てます。脳の障害って言われた柴犬がね、薬も飲んでおりまして、その薬、もううちでね、薬をやめて、今ちょっとね、様子を見てるとこです。そこまでさせていただいてますんで、もしもよろしければ、ちょっと犬の問題行動改善する会へ入会、ご検討いただけたらと思います。はい、前置きが長くなりましたが、タキちゃんです。タキちゃん、暴れるタイプの野犬です。ではっきりしております。ですごく走り回って、元気いっぱいの子ですね。まだ若いですね。女の子ですね。1歳ちょっとかな。1歳は十分過ぎてます。でキャキャンキャキャンとか言ってね、吠えながら走り回ってくれます。でやはり人が怖い、当然ですよね。っていう感じで、ちょっとね、家庭犬化頑張ってやっております。はい、タキちゃん、タキ、多い希少の木ですね。っていうのでタキって言います。でケンちゃんとタキちゃんとひっついたらタキちゃんタキちゃんなんですよ。タキちゃんタキちゃんケンタッキーになるんですよね。フライドチキンはケンタッキー、タキちゃんタキちゃんケンタッキー、フライドチキンはケンタッキーな、タキちゃんね、フライドチキンが走ってるように見えるでしょ色といいフライドチキンなんですよ。タキちゃんタキちゃんケンタッキーって感じでね、ご紹介の動画で、つまらぬことをほざいてますが、タキちゃんもねもう散歩行けるようになったらっていうか、散歩ね、十分できるようになったらね、もう、つむぎさんのもとへ帰っていくと思います。きたろうくんとこたろうくんが大変でもこの子はねさほど、暴れるタイプの野犬でさほど、
難しくないかなと思います。で、野犬でお悩みの方、僕の野犬のセッション結構やっております。で、それを参考にされても結構、コントロールできるようになっていくと思うんで、またそれもね、ぜひご覧ください。ということで、短い動画ですが、今日はこの辺で失礼させていただきます。はい、いつもいつもありがとうございます。それでは失礼します。はーい。